今日は2024年の10月の6日、6日か ?7 7日。日です。はい、7日。7日です。10月7日月曜日朝7時まっに、ちゃ今日はん、ゲスト。今日はちょっとボケまっちゃんに入ってます。ちょっと疲れてる。何で疲れちゃってるんですだ、シェか？ーリングやって言ってるやろ。シェーリングで疲れちゃってるの？そう、やられた。ああ、ちょっと弱いな、まっちゃん、体な。もうちょっと食べ物改善せなあかんな。そうですか。あと、まっちゃん意外と精神的にも弱いですからね。精神的にも弱い。意外と精神的にマッチョ弱いですからね。だから そう。人混みが嫌いじゃないですか、マッチョは。繊細やからね、俺。そうですよね。だっ多分て、見てると、お前らが繊細やとで思思ってうじゃないですか。僕、だって、本当だって、人混みが大嫌いじゃないですか、マッチョは。そもそも。人もう混み俺がも大嫌い。ものだすからごい大繊嫌い。細なんで、心がナイーブなんだと思いますよ。僕以上に。もう人混みより、人混みは嫌いやけど、船虫って知ってるか？岸壁におる船虫。知らない、知らゴない、キなんブすリみか。たいなやつ。海の岸壁ったら、船虫っていうのおんねよ。船虫に囲まれてる方が幸せなんよ、俺。ああ、だから自分の尽きた領域にいるときが一番もう、なんだろう、幸せでそこで死んでいいって感じでしょ？もう船虫と一緒におったら友達みたいな感じ？だから地上にいるのがおかしい存在だよね。地上のこの土の上にいるのがおかしい存在だろうな、多分ね。バッチャーの場合はね。今日も物好きの皆さん、こんにちはと。こんにちは。よろしくお願いしま最近す。なんかほんまに物好きな人ばっかりなってきた、これ。変な人。そうですね。でも、おかげさまでなんか、相変わらずファンはいるんですよね。やっぱり見るね。人これだけ少ないのに安定してるみたいな。同しかもじ。なんかね、再生数じゃなくて、意外と、チャンネル登録数も増えてるんですよ。地味にね。あ、地そう。味に増えてるのと、あとコメントをいただくやつね。はい。6件ぐらいコメントありませんでした？今まあ回。でも、なあ、物好きな人が順調に増えてんのはそれでええねんけど、なんちゅうかな。あれやな、一週間に一回、あれ昔子供の時に少年ジャンプ買うみたいな感じ？発売待ってますみたいな。そのノリにはなんかなっていますね。こう見ると本当になんだろうな。皆さん、物好きな人はいるなっていうのでありがとうございますって感じですね。で、今日は、ニュースは、世界、地球のニュースは、まあ、順調ですな。順調なん？何をもってまっちゃん順調って定義になるんですか？暴露と溶け方具合というか、もう、ドロ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 。そういうこと？アメリカなんか面白いけど、ハリウッド溶けまくってるからな、もう。要は、ああいう、権威、なんていうかな、スーパースターみたいな、偉い人らの世界が溶けていくみたいな。歌そう手とね。か、芸能界とか。いやー、まあ、芸広い能もんです界はもな。ともとそんなもんでしょう、でも。まあ、日本も追従して、まあ、ジャニーズからな、やってたけど、宝塚もそうやけど、これからますます日本も、そんな感じ？そうですあね。あ、もうメディアが溶けていくと、メディアというか芸能そう界で溶けすていくね。みたメいディな。アは溶けてきますね。ひどい、ひどい世界ですからな、あれ。本当に。そうですもんね。だから、芸能界はもともとだって、そういう、なんていうのかな。そういう世界じゃないですか、元は。政治の道具ですからな、あれ。芸能界というのは、そもそも政治の道具なんですよ。で、それはわかるでしょ？芸能人みたいなやつな。まあ、ワクチンの話もそうやけど、もう、政治の道具なんです。で、政治ってあるでしょ？あれは貴族のおもちゃ？ 貴族のおもちゃが政治なんですよ。貴族の娯楽か。あれが政治ですわ。ええか？ほんで、あと、なんちゅうかな？ちょっと、宇宙人系っていうわけじゃないけど、爬虫類系っていうわけでもないけど、ちょっと悪魔崇拝的なやつ。悪魔崇拝な。要は生贄ですよ。人間生贄みたいなやつな。イエス・キリストの。な。えか、人間を生贄化したい。人間奴隷化したいっていうやつあるでしょ。悪魔崇拝。えか、これの、娯楽。これの娯楽が貴族なんですよ。悪魔崇拝の娯楽が貴族。
で、貴族のおもちゃが政治。で、政治の道具が芸能界と。面白いやろ。段差がどんどん下がってるんですね。まあ、そで、もそもでもさ、僕思うんだけど、貴族って何をもっての貴族なんだった話ですけどね。ああ、簡単に言うたろか？世界の場合やぞ。特に欧州、ヨーロッパの場合やぞ。まあ、日本の貴族とか、インドの貴族とか、どこどこの貴族って言ったらまた違うんやけど、ちょっと若干、まあ、似たようなもんやけどな。それでも、貴族の趣味嗜好というかな。ってあるでしょ？趣味嗜好ってあるんですよ、貴族みたいな人って。な？ええか？永遠の命なんです、あの人らが欲しいの。死なない命？ とか、あとは老いないや、老いない。老けないとか。そのために変な人の肉食ってみたりな、人の血飲んでみたりな、あんなことばっかするわけよ、あの連中。昔から何千年も。趣味嗜好な。暇なんさ、暇。でね、暇なのか。で貴族でどんなやつがなったのっていう話であるでしょ？強奪ですわ。金銀財宝を奪い取った喧嘩の強いやつが貴族になるんですよ。本当に。本当。なるほどね。そう。だから、昔、パイレーツって知ってるか？要あ、は、海賊ですか海賊、ね。海賊。あれがあの辺ですよ、元は。変な貴族になりだしたんは。まあ、その前もあったやぞ、貴族って。本当の貴族は。ええか？ただな、由緒正しいというか、その血筋ですわな。日本の天皇家と一緒で。男系の血筋っていうかな。この血筋を脈々と受け継ぐことによって貴族っていうのは成り立てたわけですよな。意味合い的には。ええか？ええか？こうわかるわな。ただな、これ10代も15代目ぐらいまでずっと続くとな、血って濃くなりすぎるんですよ。濃いってわかるよな。だから、ほんまもんの、昔の大昔の貴族っていうのは外からの血入れないんですよ。外ってわかる？例えば愛ちゃんが王様の子供やったでしょうか？王子やったでしょうか？愛ちゃんかな？愛ちゃんが王子で、一般のその辺の人は女性好きになってな。結婚するっていう、これ策略って言うんだけどな。王家に入るのにな。その女の子のお父さんがな、王家と近い関係なのに嫁に入れるわけでしょ？でもこれなかったんですよ。昔は。大昔は。これやるとよその血入ってくるでしょ？だから、身内というか親戚、兄弟親戚みたいなのが結婚するんですよ。結婚するというか、子を儲けるんですよ。だから血が濃いでしょ？これ10代ぐらい続くと、もう変なことになっていくの、血が濃すぎて、おかしなんが出来上がるんですよ。変なんが。わかる？なるほどね。それとか、あと血が絶える。もう男女が成立しない、いないとか、近くに男女がいないとかな。そういう年齢の近いな。人がいないとかっていう形になっていくか、しゃあなしに外の血入れてるんですよ。なるほ血どが濃くなね。りすぎた変なんできるんです、変なん。ちょっと混ざらんと、よそと。外科医長が外科医と混ざらんとな。弱くなっていくんですよ、血が濃すぎると。どうしても。要はわかりやすいのは、生成進化発展しないってことになるんですよ、よその血がないから。前、進んでいかないんですよな。DNA がこう、なんていうかな、こう、ぎゅーっと螺旋状にこうぐわーっと上に上がっていかないんですよ。止まってしまうみたいな。今日なんか変な話からなってるけど。な分るかっほたどようなね。分かってないような顔してるけどな、愛ちゃん。分かってないです、あんまり。ただ、いろんな血液が、要は混ざることによっての、異常が出るってことなんですよね。や、だから外科医というか外科医というか適度にその遠い血縁関係というか遠い血な。遠い血が混ざり合わんと強くならないんですよ。たくましくならないんですよ。そうなってるんですよ。要は新しいものが出来上がらないんですよ。何でもそうでしょ？新しいものを作ろうと思うと掛け合わせなあかんわけでしょ？違うものと違うものを。同じものと同じようなも、近いところの血筋でやってると生成発展しないじゃないですか。まあ、発展はしないですけどね。どうしてもその停滞してしまう。変なものが出来上がってくるんです。だん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 。そういう話なんです。そんな、ええなるか？ほどね。はい。ええか？わかる？ここまでわかったか？わかります。はい。言ってること。でね、その要は外からの血を、貴族というか王家というか大昔やと、今最近はそうじゃないけどな、昔のやつは。昔の人の貴族王家っていうのは、
外からの血を入れたがらないんですよ。元ええなん、か？まあ、そっか、近そっい、か。だから兄弟とかで結婚させるわけよ。男女をな。愛ちゃんの妹がおったとせえや。妹と結婚するわけ、愛ちゃんが。なるほどな。で、子を儲けるわけよ。でも、外からの血が必要やっていうのは分かってるんですよ。感覚的にな。分かるでしょ？これ DNA 的にな。だから、生贄なんですよ。いけにえね。要は血を飲むわけよ。人間の。ある種これもそういうことなんですよ。外の血を入れるんですよ。すごいやろ、この儀式。まあね、だから当たり前よ。まあ、その結局、血としと言う。いや、だから、結局、外の血を入れるということはな、愛ちゃんが王子で結婚するときに、よその鈴木さんとことの娘さんと結婚すると、その鈴木さんは王家に入ってくるわけでしょうから。血縁関係が出来上がるわけですから。そうでしょ？で、その鈴木さんが反乱を起こすわけよ、今度。王家を乗っ取るために。それの歴史なんですよ、こういう貴族っていうのは。だから、それを避けるためには、近い兄弟同士で結婚させとかなるんですよ。でもそのために、それやったら DNA が生成発展せえへんから、進化せえへんから、よその人の血を飲むわけよ、子供の血とか。ほんとな、あいつら。悪いやろ？まあ、悪いですね。今日もまだ見てる口ポッカーンみたいな感じやろうけど、ええとこから入ってるからな、今日は。世界のニュースというよりな。そういうことやってるんです、ずっと。何千年も、ほんまな。まだやってんの？今でも。今やってるんですか、そういうの。まだやってる。それアメリカでバレてるわけよ。いっぱいネタ上がっても。なんかいろんなところでいろんなことやってるわけよ。エプスタインから始まりな。いろんなこと。ずっと、あいつら。儀式、儀式。まあ、ただ政治であったりな。まあ、シンクタンクなんかもそうやねんけどな。もうそこを通過せんと政治家、普通の、そこら辺のポンスケの政治家じゃなくて、ちょっと偉い風、要は首相とかな、ええか、なんとか大臣とかな、そのポストになろうと思ったらそこ通らんとあかんのよ。そういうシンクタンクとか、そういう儀式を。ええか、そこ通らな、なられへんのよ。でしょ？で、そこ通るときに、な、通過するときやで、その儀式を。証拠抑えられてんのよ、みんな。動画撮られて。動画撮られてるんだ。全員。な？これ。証拠撮られてんのよ。こんな言うこと聞かないしゃあないの、もしゃあないですう。こんね。な醜い動画。世界中それやられてんだよ。で、これやってんのは、諜報機関ですな。モサドです。な？で、モサード、え、あ、モ、モサードが動かしてたエプスタインみたいな。でもエプスタインも実は前モサードじゃないのみたいな。もうおらんけどな、あれも死んでもって。まあ、あんなんかまだあるわけよ、他にも。だからな、要は賢いんですよ。いや、イギリスって悪知恵がな、イスラエルもそうやけど、悪知恵がすごいんですよ。そういう悪の儀式を通過させて動画を撮ると。で、証拠残すと。ほんで政治の世界に送り込むと。芸能界の世界に送り込むと。で、力を持たすと。ね？もう自分の言いなりでしょ？脅しですよな、いわゆるな。もう下ネタ脅しみたいなやつ。これずっとやってるんだ、こいつら。これは皆さん、だから証拠をエビデンスと出しとって、それを脅しにして言うことを聞かせようと、裏で企むんだよね。愛ちゃんがな、変なとこ連れて行かれてな、醜いことやってるの動画撮られて、脅されるわけよ。これバカのばらまくぞって言って。でも聞いあんてたがくる。そんなね、一般民衆やったら別にばらまかれても困らんわけでしょ？全く困んないですね。でも芸能界で、例えばスーパースターとか、愛ちゃんが、政治家で、なんとか大臣とかなったら、どうする？なかなか難しいもんがあるやそれろ。は、いろいろとやっちゃいけない、難しいでしょうね。難しいもんがあるやろ？そういうことになってるんですよ。ここは言うこと聞くしかなく、うまいようにあ言うこかと聞くしかなさ。くなっちゃいますもうね。ろくでもないのしか残ってないの、結局はもそうですね。う。だから、まあ、日本もあれやな、解散総選挙でしょ？選挙するって言い出したでしょ？で、選挙すると、今月ですな、言い出した瞬間に、いきなりまた裏金問題騒ぎ出すと。裏金ってまた始まったやろ、これ。
また毎、まあ、毎回、なんか毎回なんか同もうじ何ですやってよんの？あね。れ、もう何やってんのかなみたいな。裏金問題攻撃？自民党ぶっ壊す攻撃な。いや、みたいな。なんけど、まあまあ、もう同じ方向へ向いてるし、順調にいってるし、もうすべて順調ですな、地球のニュースは。うん。で、もう、あとトランプがもう確実に力増してきたっていうのも圧勝って感じにもなってきて、ただまあ、大統領選挙までまだ1ヶ月弱あるからな。まだまだ見るね、よ。ままだだ見るよ。ね、うん、なんかあると思うぞ。確かにまだあるでしょうね、確かにうん、ね。選挙できへんようになるみたいなやつ。どうで戒しょう厳令で、ね、戒厳令引きましたもんな。どうなんでしょうね。何するかわからんかな、あれ、ほんま。そうですね、一何番ええのが。がな、一番ええのが旧、あの、戒厳令ですよ。戒厳令ってことは、選挙できへんわけですからな。な、そういうことになるでしょ？戒そう厳で令す引かれたら。ね、うん。一番ええのはあれですよ。前、昔あった、ほら、911あったでしょ？うん。911。911ね。あんなんしたらええんですよ。テロ、テロ。けど自ね。宅テロな。てめえのとこでビル爆破してな。戒厳令やるとか。なんか何するかわからんの。ほんまもう。ほんと、ああいう地位の無用なやつらやから。どういうことやるんでしょうねって話ですけどね。悪魔の中の悪魔やからな、ほんまの。そうですね。まあ、だから、もう一回撃たれるかもわからんな、またトランプな。また撃たれるとか。まあね、あれもある意味いろんな策略が裏であるんでしょうね。裏ではない、もう表になってるけどな。ほまあんま。ね、ごめんごめん、ちょっとな、シェーディングで鼻水が。まあ、いわゆるもう、博識計画は確実になってますよね。隠しきれないけど、暴露してるよ。思いっきり。思いっきり暴露してるよ。まあ、楽しみましょうや。うん。相手にしてもしゃあないね、日本の政治なんて。そうですね。だから、でも、本当に、なんだろうな、政治の言うことを聞かない方がいいですよ。それだけですよ。では、もうこれでええか？順調や。え？世界はは。い。うん、あ、もう、順イス調ラエルもは順調ということで、変化イとスかラがエル多もくなる確実にし。ぶっ壊される方へ向いて動いてるからな。もうロケットと爆弾飛び交ってるけど、本当。じゃあ、ま確だ実に崩壊へ向かってま大すよ。きなことはないということで、承知いたしました。そうですな。うん、まあ、あとは、異様にロシアが冷静やからな。異様なほど。ようなほど冷静ですうん。か。うん、それは異様なほどというよりは、もう完全に勝負ありってなってるから、彼らの世界ではな。もう終わってるっていう話になってるんやけど、そうじゃない外野は騒いでるだけですよ。外野はわわわわ言うてるけど、ロシアのその、なんちゅうか、目線から見ると、もう勝負あり終わりましたみたいな。もう次行こうみたいな。だからブリックス首脳会議でしょ、今月は。もう金融経済の新しい形を作るっていうことですわ、終わり。まあ、うん、なあ、だから中国を誰が助けるかですわ。もう誰も助けられんと思うけど、あれ。ロなシかなアにもか助けられへんぞ、難自分しいが。ところではありますね、もう自ら滅んでもらうしか仕方ないわな、一回な。本当に。まあ、あの冷静さというかな、なんていうかな、ロシアの落ち着き度合いを見てると、もう全部終わったというか、ようなほど落ち着いてますわ。うん。で、ゴールドもまださらに、何は、購入量を増やし、またこの2、3ヶ月でまた増やし出したと。なあ。で、銀も買いますって言ってるよな。金をね、シルバーも行きますよ、私とこって。みたいな、ロシア。もうどこまであんたら、貴金属好きなんみたいな。集めようとしてますよ、銀を。なるほどね。うん。ほんと圧倒的な銃。まあ、銀もこれ、だから多分な、てめえんとこの経済とか、てめえんとこのその、新通貨、次の新通貨、次の新しい体制の時の通貨の担保として集めてるというよりは、そういう意味合いじゃないですね、見てると。なるうん。ほど、要はこの金銀、特にゴールドの、要はさっき言った貴族、王族、王家から召し上げるっていうことをやってるはずですよ。うん。だから、奪い取ってますよ。だから、いくらドルぶっ潰しても、ユーロぶっ潰しても、金大量に抱えられとったら困るからな、あいつらに。バチカンもそうやけど。あの辺の奴らから金取り上げなあかんからな。これ吐き出させてると思うんですよ、多分。うん。
なるほどね。銀もしかりやと思うんですよな。銀鉱山と、まあ銀鉱山っていうのはないけど、あれは副産物やけど、ああいう鉱山系、ああいうのもあいつら持っとるからな、貴族とか。あれも召し上げてるって感じちゃうか？もう5、もう、多分。そんな感じにちゃうかな。だから、てめえんとこの国力のために集めてるというよりは、なんていうかな。あいつらが抱えてるやつをこう、回収してるっていうか、召し上げてるというか。そんな感じ違うかな。そういうのかなり進んでるんちゃう？だから早く空っぽにされるんちゃうか、あれ。ほんま。ああいう金持ちは。確かに。吐き出さされて。だから株式、予算持ってるからな。株。あいつら。株債券。これ株債券も暴落させて、やっぱり、あれとか吹っ飛ばされるやろな。ただゴールド残しといたらね、力残るんで、ゴールドも回収してしまうのかもな。もうそれは終わってると思うけどな。はい。今日のテーマ行きましょう。何やったっけ今な。日のテーマは、人なん徳か、者っていうところですね。何やそれ、人徳者って。俺に聞いてもわからんぞ、そんなもん。それ相手、何やったっけ、俺。人徳者。人の徳ですな。そうですね。だから徳どうのあいるう。人。人徳者の話は人徳者に聞いてもらわな困るやろ。でもまあそうなんでしょうけど、まっちゃんもいわゆる人徳者の部類でもあるんじゃないです全然違か。うわ。え、そう？ろくでなしやから、俺。ろくでなしって自分で言います？いや、ろくでなしと思ってるもん。ただね、僕から、これは、申し訳ないんですけど、僕の、これは定義ですよ。定義ってと思うんですけど、自分をろくでなしとか、自分がダメダメって言ってる人の方が実はすごいんじゃないか説が実はあって、僕の中で。なん結局て？のそこ、いや、自分がね、要は、ろくでなしとか、ダメダメな方って言ってるやつの方が、実はすごいんじゃないか説が最近すごく僕感じてきてて、なんか自分でなんか人徳者が自分がすごいねっていうよりかは、要は結局は他人が決めることじゃないですか、結局のところは。なので、やっぱりその定義ってやっぱあるよなってふうに思うんですけど、まっちゃん的にどう思いますか？どうもこうも意味がないよ、そんなこと言われても。どういう意味なんや、それ。いや、どう？なんや、それ、人徳者ってどういう意味なんや、だから。徳のある人。ええ人に見えるってこと？そうですね。だから結局、お釈迦さんみたいな人？お坊さんみたいな人？そう、そんなやつ世なんか、の中おんのか？知らんけど。でも、それはまっちゃんの定義としてね、いないであって、それは人が決めることじゃないですか、結局。僕あ、から見ほんるなら、と、僕としてはまっちゃんダメダメって言いつつ、ある意味人徳者だと僕は思っているし、だからなんか、なんだろう、誰でも助けに行くっていうか、本当近い人は助けてくれるっていう人じゃないですか。人徳者、人徳者、同生協、進まんな、これ。いや、だからまっちゃんから見ると、じゃあまっちゃんが人徳者っていうのはまっちゃんの周りはいないと思うんですか？逆に言っちゃうと。いまっなちゃい。んがいろんなものをね、勉強してたりとか、じゃあ、言い方変えますよ。逆に、まっちゃんから見て、人徳者だっていうのはどういう人なんですか？逆に言っちゃうと。みんな、俺以外みんな人徳者に見える。おー、それはなんで？ いやー、俺のために役に立ってくれるから、みんな。すごいなと思うな。何がすごいと思うんですか？みんな。いやー、何から何まで。俺のでけへんことできる人多いからな、世の中の人はみんな。いや、すごいなと思うの。本当に。じゃあ、だから、俺が一番ボンクラ世の中で、みたい。そんな感じに見えてるけどな。そういうことなんだ。ただまあ、大きなところは、川の水の流れは、高いところから低いところへこう流れるみたいな。ああいう原理というか、その大きなところだけは、まあ、人様というか、
まあ、従業員もそうやし、皆さんにはお伝えすることができるし、そういうお話はするし、で、商売的に言うと、そういう原理のところではかなり厳しいことも言うけど、要は分かりやすいんだったら実務的な話、何でも、生活でもそうやし、お野菜作るとか、魚取るとか、で、例えば仕事の中でこんなんできるとか、あんなんできるとか、これは、まあ皆さんすごい人徳、人徳というより、まあすごいなと、思うんやけどな。そうなんですね。だから分かりやすいと私何もできませんみたいに思ってるわけよ。だからでもさ、まっちゃんってさ、僕から見るとさ、うまくいくと思うんですよね。結局、全員を人徳者だと見えるわけだから、人に対する接し方も変わるわけじゃないですか。だから結局のところは、そこへで、やっぱりみんなが助けてくれるから、いや、いや、助けてもらいたいと思ってへんねんけどな、全然。思ってないけどなんでしょうね。思ってないね。全く思ってないけど、すごいねと思ってるんですよ。だから助けてほしいなって、鼻から思ってないだ、俺。大体。ただ、すごいね、皆さん、と思ってるんですよ。でそもんな結感じ。局、でも、すごいねって思ってる中でも、でもそれでも、なんだろう、いろいろと頼ってお願いしてやってる部分もみんなあるじゃないですか。で、その中で、なんだろうな、なんか、面白いな。今の例え面白かったんですよね。だから、まっちゃんが、みんなが人徳者だって見えるっていうのが面白いなと思う。逆に言っ見ちゃうえてると。な。本当。どういう感覚なんか分からんけど、これ。だから、何かかいつまんでな。お坊さんがとかな。こういう説法する人は人徳あるとかな。なんかこういう振る舞いする人は人徳があるとかな。で、こういう振る舞いにとくっついて、いろんな意味で何かその企業的に成功してる。それが人徳者とか。あんまそんなんは思わんのよ、全く。だって知らん人やからな、俺の大体。ちなみに、まっちゃんが、人徳者じゃないなって思ったのはどういう人だった？ごめんなさい。言い方忘れてた。これ、いっぱい忘れてください。まっちゃんが、最も今までね、人生の中で、接してる中で、この人は、もう本当に、なんだろう、みんな人徳者だって言ってたけど、人徳者だなっていう、まっちゃん自身が感じた人ってどういう人だったんですか？多分、出会ってきた中でいろんな人生、歩んできてると思うんですよ。で、歩んできてきてるところで、どういう人が人徳者だったのかっていうのがすごく、この人が、こういう人は、ほんま人徳者だったなーってのはどういう人ですか？その、今見のまっちゃんが考える原因ですか？特別そうじゃない人、逆を言うと。そうじゃない人は多いけど、学校の先生とかな。まあね、わかりますよ。言ってることはわかりますよ、それは。中学生、高校生、高校生の時なんて、ろくでもない先生やからな、みんなあれ。それはわかりますよ。僕も経だ験してるんで。逆は数え上げたきりないけど。わかりますよ。僕もそういう経験してるんでわかりますよ、それは。じゃあ、そのな、今までの中でこの人はすごい人徳者ですと思った人ありますかって言ったら、ないな、全く。ないんだ。ないよ。じゃあ、どういう人がすごいなって思う人徳性だと思います。逆に言っちゃうと。要は、まっちゃんがあえて、人徳者って意識したことないから語ることないって自分で言う、おっしゃいますけど、でも仮な人物を作るとするじゃないですか。仮に AI でそういう人物を作るとしたら、どういう人が人徳者っていうキャラクターなのかなってのが気になるんですよ。全然面白くない。平凡な感じですよ。もっと非凡な感じですよ。これが優れてるとか、こういう考え方らしてるからとか、こういうのができますからとか、そんなないですよ。極めて平凡、非凡。毎日の毎日のことを、まあ嫌だろうが、好きだろうが、毎日コツコツやってる人ですわな、やっぱ。だから、一般の普通の会社員ってあるでしょ？会社員みたいな人おるでしょ？ああいう人の中におるんちゃうか？いっぱい。そういう人だって、やっぱ。人徳がなかったら出てんと思うと会社員なんて俺はっきり言っとくけど。逆に今、会社員じゃないと人徳人じゃないってことか。逆に言っちゃうと。なそう、経営者はろくでもないやつやと思うと俺。そらそうやろ。るほどね。ほんまの人徳があったら経営者なんかでけんぞ。これ一番いいかもしれない、今日の、タイトルとして。なはっきるほり言っどとくけね。ど。なるほど。人徳者というのは、まっとうに、好きでもなく嫌いなことをやりきる人が人徳者なんですいや、ね。コツコツ毎日会社行ってる人ですよ、やっぱり。
ね。思いっきり人徳者やろ。俺が人徳者の定義がさ、人徳者っていろんな人に好かれるとか、いろんな人に評価される人だと思ってたんですけど、そうじゃないんですね、逆に言っちゃうと。変な、あれちゃうか？なんかその、会社経営してええ。て、会社経営してて、立派なこと言うて、立派なこと喋って、一見立派なようなこと言うてるけど、そういう人が人徳者っていうかな？まあまあ、そういう、なんか、思われがちっていうのは多少あるやろうけど、逆だと思うぞ。だって、世の中的にまだ資本主義の社会でしょ、これ。資本主義ですよな。まだ。これ間違いないよな。間違いない。で、経営っていうのは、経営者っていうのは、資本主義分かってなかったらできればな、当然。分かりやすいと金勘定できん。金勘定な、お金扱うわけでしょ？経営者っていうのは。そうでしょ？で、その一流というわけじゃないけど、その経営をうまくいかせる社長さんであれば、あるほど、銀行をひっくるめて金の都合の、金のこう、なんていうかな、動かし方っていうのをよう分かってるわけですから、経済を。分かるわな。資本主義である、あるならな。そうでしょ？それ人徳者と真逆やろ。逆ですね、確かにね。社会の仕組みはそうやねんから、その中でうまくいってる、要は資本主義ですな。こういうシステムでしょ、今。そうですね。ここで勝ち残るっていうか、うまくやる人っていうのは、人徳者やったら無理やと思うぞ、俺。無理ですね。だから会社潰すような社長さん。人が良すぎて。こっちの方が人徳者ちゃうか？違うかな。人が良いってのもあるのか、人徳者って。いや、人徳者って、イコール人が良いっていう意味が確かにあるなと思ってて。そういうイメージになってるんちゃうか？ああ、だからな。まあ、今の話でいくと、一般的なコツコツ毎日会社、電車に乗って会社行ってる会社員の人が人徳者ですわ。はっきり言って。この人徳者がいっぱいおるから会社成り立ってるわけですから。今日はいつもと逆の話行くけどな。面白いですね。いや、それは面白いと思いでますもよ。この人たちが人徳者がおるから会社って成り立ってるんですよ。ただ、そうじゃないと経済回んないからね。そうでしょ？ですかな。そういうことですよ。一つの言い方としてはな。で、もう一つの言い方いこうか。はい、どうぞお願いします。もう一つの言い方でいくと、この人徳って人に徳って書くわけでしょ？徳っていうのは、お徳用みたいな。徳用じゃない、何や、徳政令の徳やな。徳之島の徳やな。人に、皆さんに徳を与える？徳を与えるような考え方というか、動きをする？これが今度は人徳者と俺思ってるんですよ。立派なこと言うて。こういう話違うぞ、全然。わかるか？言うてる意味わかるな？徳を与えるね。そうそう。でもこれはな、ええか？これは逆を言うと、資本主義の世界の中で言うと、人をやるのは上に立つ人なんです。徳を与えるってことですな。ええか？ええかな？ほんなら今度は、会社のその経営者おるでしょ？これがこの従業員とか毎日コツコツやってる人おるでしょ？これに徳を与えてる人が、また人徳者とも言えるかもわからない。社長は。違うかな？だから独り占めするやつは一番人徳者じゃないってことになるかな？そうなると経営者は。だから、毎日コツコツやってることがそもそも人徳者なんですよと。会社の人々な。人たちも。で、その人たちにさらにこう、徳を積んでもらう。徳を。会社員の人たちの人徳者っていうのは、徳を積んでるってことでしょ？毎日コツコツやる。これ、徳を積もうってことですよ。そうでしょ？コツコツやって。徳を積む人に対して、今度徳を与えるっていうのが上からの仕事ですわな。こういう形になってるんちゃうか？ちょっと分かったような、分かってないようかな。定義的にはちょっと難しいなとは思いましたけど、ただ、人にいいことを伝えるっていうか、真実のことを伝えて、なおかつそれに見返りを求めないと人が人徳者だなと。それがそうなん？愛ちゃんが考える？僕の考える人徳、一応こと嫌われ役ってことか？いや、嫌われ役ではなくて、要は、人から愛され、人から好かれ、人から、要は、頼られる人が人徳者な、人に愛される人が人徳者なのかなと思う。違います？
いや、違いますって、そう、別にどうでもいいけど、俺そんなになりたくないもん。まあ、なりたくないというか、俺はなぜかというと、お金稼いでる人って人徳者が多いんじゃないかなと思ったんですよね。いや、逆やっちゅってるねん、だから。だからそれ逆でびっくりしました。は逆やろ、それ。人徳い。者やったら無理やと思うぞ、それ。そんなコツコツせんから。まあ、コツコツするんはするんやで。するけど、真逆やから、構造自体が。資本主義の世界の中では。ああ。違う意味の人徳ですわ、だから。ね、なかな人かに与な、え、あのな、ね、さっき言ったやろ。徳を与えるってことやってるってだけの話ですよ。それが言った先見返り求めない真実を伝えるとか、うんぬかんのか、そこの話違うんか、ただ単純に。違うんか。ただそれだけの話違うか。確かに。徳を、人に徳を与えるということを好きみたいな感じ？まあ、人に優しいとか、そうね、優僕だしくから、はそうないね。よ。優しく。書くと人徳者って日頃の行いの結果、そして周囲の人から再殺される人が人徳者。周囲の人の愛情が行動に現れてるのが人徳者。あと関わってる人に、徳がある人が人徳者。人に優しい人が人徳者っていう定義があるらしいですよ。いい、だから関わってる人に徳を与えるっていうことですよ、単純に。今日テーマ悪いよ、これ今日、大体が。でもあな丸たかったの。です。いや、抹茶に興味ないだけでしょ？そんなことないけど、あ、そそうですか。俺もそね、も、抹茶に語れる興味がない気がしますけどね。でも、ま、だからなんなんみたいな。でもね、ますはね、この人徳者ってキーワード検索してくるんですよ。だから何を聞きたいわけや、大体。いや、お金稼ぎたいんですよ。な？お金稼ぎたいんですよ。何が聞きたいのって、要は、僕から見るとね、YouTube のやつとかの話も含めてなんですけど、お金稼げてる人は人徳者が多いなっていう意見があったの。でもそれはなんか今のそ抹ん茶のなこと話を。ねえやろ。立派なこと言うてから、そう見えてるだけちゃうか？多分。そんなことないあー、よ、なる全ほ然。どな。なるほどな。全然そんなことないと思うぞ。なるほどなってことを今回今日知れましたよ。俺は。そこばっかり憧れてるんやろ、なんか知らんけど、いまだに。だとだ思いからます。そう見、だからあれちゃうか、ホリエモンに騙されるんちゃうん。ああ。え？なるほど。ほこれんと。は理解したわ。ああ、なるああ。ほど。だからホリエモンに騙されるんだね。ホリエモンはあなたが言った政治の大金犬ですもんね。本当にね。だから、やっぱな、やっぱ人に徳を与えるっていうことやと思うぞ。ということはな、例えば、話でも、例えばいろんな、真実みたいな、まあ、話の内容とか、何から何までな。やっぱね、そういう語りというかな、今日教えるっていうかな、そういうな話の内容としては、優しくもなけりゃ、人に心地のええもんでもないし、ただなんていうかな、人の足を引っ張らないというか、暗い方へ持っていくっていうかな、世の中をこう斜めに間違った方向から見るような話の仕方するわけよな、あまりにも。変な人っていうのは。じゃなくて、真実とか原理原則みたいな話をしてると面白くないじゃん、話的にはあんまり。ただその中に、何かな、こう元気になるというか、明るい兆しを。そういうこと違うのか、やっぱりちょっと徳を与えるような人っていうのは、どっちかっなて。るほどね。優しいとか関係ないと、逆に厳しいと思うぞ、そういう人の方が。厳しいこと言うから、はっきり。ちょっと何言うてるか分からへんし。確かに。なるほどね。やっぱりなんか自分の価値観が新しくなりましたわ。背景から見すぎなんやろ、愛ちゃんは。背景を見すぎるんやろ、その人の。だから、こういうことやってます、ああいう会社やってます、こういう成功しますっていうところから見てるから、そんなふうにしか見えへんのちゃうか。背そういう景、ふうに。なるほどね。現実世界というか、この物質世界の中でうまいことを言ってる人を見つけて、この人は、人徳者ですよね、と思い込んでるってだけちゃうか。一般の普通の人たちの中にいっぱいおると思う、そういう人だ。会社員。なるほどこういうね。ふうに声に出てこないだけで。違うかな？そう思うけどな、俺。なるほどね。いや、それはなんか僕、ちょっと価値観変わりましたわ。そういう見方してたら、なかなかさっき言った、ね、何やったっけ？あなた何て言ったっけ？
人に好かれたりとか愛さああ、れたり人とかに好かれたい、言うとったやろ？そうですね。その考え方もとったらそうならんぞ。なるほどね。はいはい。ならんやろ。確かに。逆でやっも、てる。そうか。まっちゃんはもうこの人たちのやつが本当に人徳、俺それだけで衝撃だったから、改めてそう思うようにします。はい。逆やろ。はい。逆でございます。はい。ははい。皆さん、逆だそうです。僕以外の人多分知ってると思いますけど、逆らしいので、逆だと思う。でもちょっとい。だ逆だとから、いうのがあれなんだよな。うん。政治とかな官僚るほど。みたいな人のエリートになればなるほど、要は上にピラミッド構造の上に行けば行くほど、下の下界のことが全くわからんみたいな話ってあるやん。民衆のこと全くわかりません。あれと同じ話のちっちゃい版よ、愛ちゃんが言ってんの。そこの人たちを見て、この人はすごくてこういうふうに成功したから、やっぱり人徳者やからそうなのよねと思い込んでると。そういう話になってるはずですよ。だから下の一般の声なき人っていうかな。でも、その下の人を見るためには、まっちゃんって、なんでまっちゃんはそういうふうに感じるようになったんですか？一下番と。気になるのは、下とか上とかないんですけど、どう？要は、ちゃんと働いてる人たちの方が人徳者だよねっていうふうに思うきっかけになったのは何だったんですか？そっちが興味あるわ。これだったら。ああ、それはちょっとな、話しといた方がいいな。だって、そうじゃないですか。僕ってその経験がないから、下とか上とかは関係ないんですけど、勝手にそういうふうに、でもそれって社会の構図だと仕組みだと思ってるんですよ。やっぱりそれも、そういうふうに見れるような構造になってるなっていうのを感じていて、でもまっちゃんはそこが違くて、要は、一般の普通の人が人徳者じゃ、全員人徳者じゃねえのって言ってるのは、なぜその発言に至った経緯って何ですか？やっぱあれ違うかな。はい。例えば釣りの仕事商売しとったでしょ？ああ、はい。それもされてましたね。あれなんかどっちかというと、俺がもうはい。一線で、一線というかな。もう一番俺が何でも知ってるっていう感じですわな。会社っていうか。だけど、この医療始めたでしょ？それと不動産も始めたでしょ？違う畑やる、知らんというかな、素人というかな。そうならざるを得んわな、もう。無理やもん。無そ理。んなん。でも、それでも、一生懸命頑張りながら、まあ自分が先頭だって、ちょっといろいろこう、ああじゃこうじゃ、手入れていって、こうせああせとかな。やっていかなあかんかなとは思っとったけど、ちょっとこの間やっとったけどな。だんだん、まあこれ、まあ年齢違うかな。やっぱ。40後半もなってくると、もう手に、しんどいわと。私は何もできませんと。皆さんすごいですねと。で、まあ、例えば、いろんな会社の中とかな、仕事の中でそう思うわけな、関わり合う業者も含めてな。ほんで、一般的にはその辺で出会う人もそう見えてしまう。いや、あなたすごいねと。こんなんやってもらえませんかみたいな。そんな話しちゃうか？なるほどね。なんでと言われると、なんでやろうな。なんでか答えになってない。な。なんでやろうな。それは自分が、例えば、釣りをやる前の時の仕事の時にそういうことを経験されたからそう思った感じですか？何が？要は、釣りやる前にちゃんとした会社員やってたじゃないですか、一応は。まっちゃん。会社員やってた時にもそう感じたってことですか？それとも、そう考えるようになったのはもう釣りの仕事をやってから感じるようになったの？その仕事終わったぐらいからちゃうか？あー、なるほどね。最で、近こやろ、う、だから。だから、やっ10ぱ年、り、50年ぐらいの話やろ。まあ、7、8年。まっちゃんも一通りやった後に最終的なゴールはそこだよねっていうのが見えたってことですよね。そうというか、そうならざるを得んってなったんちゃうか、もう。多年分齢そういうこ的に。とで、やっぱりそこって、一通り経験したことだからできたそ答れはえじそうゃない。です、そですよね。れはそうです。で、年齢もありますよ。ってことは、一般の人がそれにたどり着くのってなかなかできないと思うんですよ。っていうことは、その今の教えっていうのは、大事だと思いますよ。だから、さっき言ってた人徳者っていうのは、抹茶の定義っていうのは、面白いと思うよ。やっぱり。これは抹茶の経験によって、人徳者っていうのは、本当に会社員がそうだよねっていう発想になったわけじゃないですか。
だからその通り、それはすげえなーと思います。純粋に、ああ、聞いてよかったなーと思いますよ。そうなるんですよ。体力的にも落ちてくるしな。年齢でも。自分のやれることも知れてるしな。で、なってくるんですよ。もう、体がこう、衰えてくるだと。それがさ、ある意味、成長するさ、またその独立するさ、人たちに対しての向けてでもさ、自分の事業を大きくする考えの一つだよね。やっぱり、関わってくれる従業員も含めて全員の人が人徳者だって思うことによってもさ、やっぱり、市場が変わるっていうか、成長基盤が変わるっていう定義になるじゃないですか。やっぱりそれっ思て。うというより勝手になるよ。なる。なるなる。年齢がな来るる。と。なあ、る。まあ、それはね、なるよ。ならざるを得んのですよ。年齢で。なんないといけないところだよね。逆に言っちゃうできと。ないんやから、自分では。そう。逆だになんから、か、ならないといけない領域だとは思いますよ、だから、僕外のも。人もそうですな。これから出会う人もそうやし。もう日本ともそうですね。それは思いますよ。なるしかないというか、それは現実問題、その通りだと思いますね。だから、ただ、自分が思うように、世の中をこう動かしたろうとか、何かを動かしたろうって言ったら、うまいこといかんわけですからな。力ずくで動かしたろうとか思ってもな。頭なんかこう、紙書いて、ルール決めて動かしたろうと思っても、なかなか人の心っていうのはそういうわけにはいかんのでな。そうですね。ただそれでも、全部俺が中心やと思ってるから、俺は。まじないかけるわけよ、まじない。祈るわけよ。これは自己肯定感アップという秘訣です わ。祈るのよ、祈る。本当にね。それは冗談やけど。だから、今日は、これ見てる人なんや、その今日のテーマと思ってるやろな、これな。難しい話やの、これ。難しい穴だけだけど、ごもっともその通りだと思いますよ。周りの人はみんなすごいよねって思ってたら、ええんちゃうか？なんてすごいの？みたいな。そんな感じでええんちゃうか？そうですね。そうですねって今日自分で投げといて全然話進まないの。自分こんな変なテーマつけておいて。何やこれ。いやー、でもなんか人徳者っていうのは、でも結論はもう出てて、今の話がその通りだと思いますよ。何結の局、こんなテーマにした？何を聞きたかったん一体。いや、なんかすごく興味があっただけです。何が興味あんのこんなん。だから、人徳者っていう言葉の定義で、どういう人が人徳者になれるのかなって、人徳者っていうのが、要は僕の中の勝手なさっきも言ったような想像の通りに、要は、お金をそのちゃんと経営としてうまくいってる人って人徳者が多いなっていう結論に至り、で、なんでその人たちになるための共通点は何なのかなってのが興味あったんですけど、と結論、話を聞いてて思ったのは、それはあくまでも、目線が、僕の目線が悪くて、実際は、要は、関係ないと。今一生懸命やってる人たち、要は好き嫌い関係なくやってる人たちが全員人徳者なんだなってことを改めて分かりましたと。そういうことですよ。っていうのが今回僕が学んだことであり、むしろ逆にこれはいろんな人に伝えていきたいなと思いましたよ。で、だから、例えば先ほどの一番盛り上がったのはホリエモンの例だよ。みんなホリエモンすごいねっていうのは、それはある意味見せかけのものだよって話ですよ。ってことですね。だからすごいねと思ってるのは映し鏡ですからな。自分の心の中がああいうふうになりたいと思ってるわけですよね。そういうことでしょ？で、そこにあるのは金持ちになりたいとかな。まあもちろんね、それはね。あとはその、なんていうかな、頭とへ理屈で金稼ぎたいとかな。まあそうね。そういう発想で見てるから映し鏡になってるんですよ。ええか？違うんやろ？コツ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 毎日やってるとか人徳者やろ。そのことをですね、改めて知った今日のズームでライブというか動画でございました。だから、ホリエモンなんかのああいう話聞いてると、吐き気がするわけよ、俺はどちらかというと。わかりやすいんだ、綺麗事って言うんですよ、あれ、世の中で言う。綺麗に覆い隠してるだけですよ。ありえへんから、そんなもん。ええか？だから、金儲けみたいなもんを軸にした考え方すると、人徳から程遠いところに行くぞ。だん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 。だって真逆やから。資本主義の構造自体がその真逆になってるから。でも、資本主義である以上、しょう仕方ないやろ、これは。
じゃあそれをどういう考え方にするかって言ったら、やっぱり世の中のコツコツやってる会社員の私、皆さんが人徳者ですよと。こう思うのが一番まともな発想です。まともな考え方ですよ。で、うまいこといきますよ、多分。だから、そのまともな発想をこの動画で得られたことにとっては、皆さんにとってもそうだし、僕にとっても今後の人生においては、比較的に上がる向上することだと思ったので、このテーマはいいと思います。以上今で日す。まっちゃんお坊さん系やったな、これ、なんかな。あ、でもね、これでも大事なんですよ。やっぱりこれって、僕すらそう思うわけだし、僕が、ダメな僕ですらそう思ってるわけだから、それは、すごく、他の人にも届くと思いますよ。はい。絶対まっちゃんには出せないテーマですよ、これ、ある意味で。だってまっちゃんにこういうのは話さないもん、絶対言わなければ。つまんねえと思うから。うん。だから、多分にね、まあ、神主さんの話もそうやし、まあ、お坊さんなんかもそうやしな。で、まあ、ホリエモンみたいなやつもそうやけど、多分にね、この綺麗なもので覆い隠してる話って結構あるんですよ。綺まあまあ、それ麗に、は綺麗事で覆い隠す人が多いでしょう本ね。草紙で綺麗にしてるんですよ。でもな、やっぱ矛盾が生じることってあるでしょ？やっぱり、その人徳みたいな話で、特にな。違うか？さっき言ったでしょ？だから要は経営者なんて経営うまいやつに、だから経営うまい人が人徳者であるはずがないやろ、大体そもそもは。そうだね。そういう矛盾が生じるんですよ。だから、矛盾っていうのは必ずあるんですよ。これ仕方ないことなんですよ。で、全く矛盾のない世界なんて作ろうと思ったら無理やからな、そんなもん。ありえんやろ？だって。違うか？いや、全くその通りでござ鶏いま殺すしよ。て食べなあかんしな。そうですね。魚殺して食べなあかんでしょ？ほんで、海におる海産もひっぺがして食べなあかんわけでしょ、生き物。そうですね。それを全部、じゃあそんなこと飽きませんとかな。殺生やとか言い出したらもう生きていかれんわけやんか。こういう矛盾の中で生きなあかんわけですから、どうやったって。そうですね。そうでしょ？でもその矛盾を解消しよう思ったら、さっき言ったような考え方しか無理違うか。そうですね。綺麗事で覆い隠さんと。現実の、ちゅうか原理原則っていうか真実、俺さっき言ったようにそういう話だけど、金儲けが上手い人で人徳者なんかあるわけないから。人徳者の皆さんに助けられてますみたいな話になる。そうですどうね。なった人の徳みた者いのな。皆さんに助けられて経営がうまくいきますの話ですそうね。そう。人徳者の皆さんに助けていただいて、こういう非人道的な自分が助かってますみたいああ、いい言い方。それは。な。こういうことになってんのや。もう本当にすごく、いい動画でございましたいというや、ちことょっとまとで、めよかったな、今日。今日は、おまとめがよろしいようで、これで終わりたいと思います。あ、よかったよかった。終わりがよかった。お後がよろしいようでって感じで、復帰しました。はいや、い。ありがとうございます。うまいことまとめんな、どうな、ほんさま。すがさすがまっちゃんとはそこ、もう本当にもう、素晴らしい。ようまとめたわ、これ。まあ、コメントください。はい、よろしく、皆さんごめんなさい、お願いします。はい、ありがとうございました。はい。はい。